こんにちは、サンロードの花園です。本日はですね、サンロードについての和菓子のコーナーよりお伝えいたします。もう間もなくあと2週間ほどすると桜が咲いてきますよね。私ですね、桜を見るのが好きで、毎年ですね、あの内房のダムコの桜やですね、あと宮崎のですね、五ヶ瀬には大きなしだれ桜があるんですけども、そのしだれ桜をですね、見に行っております。桜と言いましたらこちらの和菓子ですよね。本日ご紹介する商品はこちらになります。粟島堂の桜餅です。私ですね、桜も好きですけども桜餅も大好きででして、この時期ですね、桜餅見つけますとついつい買ってしまいます。こちらの粟島堂の桜餅もですね、先ほど見つけましてつい買ってしまいました。桜餅と言いますと、道明寺と長明寺、こちらの2種類ございますけども、九州で桜餅と言いますとやっぱりこちらの道明寺ですよね。なぜ道明寺って呼ばれてるかと言いますと、こちらですね、道明寺港を使われているから道明寺だと言われているそうです。この道明寺港ですけども、大阪のお寺道明寺でですね、昔作られておりました。干し、この干しはですね、もち米を一旦蒸しまして、それを乾燥させた保存食なんですけども、その干しをですね、粉にしたものを道明寺港と呼ばれるようになりまして、その道明寺港をですね、作って作られた桜餅、いわゆるこちらの桜餅がですね、道明寺と呼ばれる言われとなっておるそうです。長明寺の方はですね、ご覧のように、小麦粉をですね、水に溶いてそれを薄く焼いたものをあんこで包んでおります。こちらですね、なぜ長明寺というかですね、ちょっと諸説あるようでして、東京のお寺長明寺で作られた和菓子という説やですね、その他にもいろんな説があるようです。また皆さんはですね、この桜餅についている塩漬けの桜の葉は食べていらっしゃいますでしょうか。私はですね、この葉がですね大好きで、こちらの葉もそのまま食べております。正式にはですね、食べるか食べないか決まっていないようでして、本当ですね、お好みに応じてお召し上がりいただければと思います。桜餅って香りも本当いいですよね。この粟島堂の桜餅もですね、本当、桜の葉のですね、塩漬けの香りのいい香りがしております。ということでいただきます。この桜の葉のですね、塩味とあんこの甘みの調和がですね、ほんといいですね。桜を見ながらこちらの粟島堂の桜餅お召し上がるのはいかがでしょうか。この時期ですね、私一押しの商品となっております。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー。